豊田まなみは、日本の元女子、プロレスラー。一時期、豊田マハを名乗っていたこともあった。島根県増田市出身。1987年8月5日、全日本女子プロレスでの対、中村幸子戦でデビュー。同期の下田とスイートハーツとして、タッグを組んでいたこともある。山田とタッグを組み大活躍したが、1992年には、 神切りマッチで対決を行った。シングルマッチタイトルの頂点であるホア、世界シングル王座まで登り詰め、1990年代の全女の象徴として君臨した。現在もなおマットで活躍を続ける女子プロレス界のトップスター。テクニックは評価が高く、WWE ディーバからもリスペクトを受けている。ナタリアはサバイバーシリーズで組みたい。 レスラーの一人に挙げ、リタは自身の WWE 電動入り式典のスピーチの中でトヨタを称賛した。使う技は難易度が非常に高く、トヨタのオリジナル技が他のレスラーに使われることはほとんどない。オリジナル技には出身地の島根県にあやかってジャパニーズオーシャンの名を冠し、いずれも相手の腕をロックした状態で使うのが特徴的である。女子プロレスには 男子プロレスの影響が、技などの面で少なからず及ぶことがあるが、豊田は全く男子プロレスを見ないタイプであり、その影響は全くと言って良いほどなく、むしろガンとして拒否していたほどであった。このあたりにも、トヨタの孤高さが見え隠れする。またどんな勝負時でも本気で勝負する性格であり、手加減はしないと断言している。特に、フジテレビの、 ラスタトンネルズ94のジャイアント将棋では、本気さを見せつけトンネルズの木梨の武たけする、剣王とサンドにわたり、死闘を繰り広げ2勝1敗の成績を残している。同番組の最終回のジャイアント将棋インテグラルでは、前、女時代のかつての先輩であるライオネスアスカと相撲対決で、壮絶な死闘を繰り広げた末に敗れている。試合では、プランチャなどの華麗な飛び技を多用し、 飛翔天女の異名を取った。ほとんどの飛び技は練習では怖くて飛べず、試合中の勢いに任せて飛んでいるらしい。トヨタによると、黒を好む理由は、すべての色を内包した一番派手な色だと思っている、から。一時期コスチュームを赤に変更した理由は、当時全女から選手が大量離脱し、残ったレスラーのほとんどが暗色系の、リングコスチュームだったため、 極度の打たれ、強さと、スタミナから、ゾンビという異名を取る。女子プロレス界の歴史において打たれ、強さは、人間離れをしており、全女の先輩である、工藤恵と双癖を成している。自分も怪我しそうな技を多く使う割には負傷する、ことが少ないのも特徴。全日本女子プロレスでは対抗戦初期までは場外に、マットを敷いていなかったが、他の主力選手たちと同様、 平気で、ケブラーダやプランチャ、ミサイルキックを場外に放っていた。体が非常に柔軟である。そのため高い身体能力と合わせ、工術のような難易度の高いオリジナル技を多く持つ。さらに相手の関節技が十分な威力を発揮しない、ことも多い。トップロープから、場内、場外へ飛ぶ時の決まり文句が、よっしゃ行くぞ。である。トップロープから場外へ飛ぶ際には、 しばしば飛ぶ直前に手を合わせて拝むような格好をしていた。あまり周囲のことを気にしない性格から、前、女時代は2年ほど同期から無視されていた時期がある。一人一人とは話すが、三田、下田、山田が3人揃うと無視されていた。しかし本人は同じることはなく、自分に自信があるのとともに、人気も実力も上なので気にすることもなかった。 才能を中心にプロレスを行ってきたので、体がボロボロになるまで酷使してきたレスラーの一人であり、2017年の座談会で、やっぱり努力した人が最後まで残れるんだなと思って、20年ぐらい前に遡って努力したいもんと未だに、体を鍛えており、元気な下限を羨むと同時に、自身の稽古不足を後悔している。ありがとうございます。